どうもエルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。さあ、車で移動ということで、また探索ですね。いやーすごいね。本当火山地帯という感じかな。こっちか。さすがに飛び降りたらダメだろうね。あそこに遺跡があるぞ。待ってろ、調べてくる。はーい、調べてきますよ。今でも飛び回ってんのか。なあなあ、そこまでな。姉さんにも言ったけど、最近は何でもインターネットの時代だろう。仕事のやり方も昔とは変わったんじゃないか。けどよ、相手と会って話さぐる方が大事やね。スターハンター37なんてのが人の相手じゃ何もないの。ねえ、ダメ、外れた。さあ行こう。うい。あの火山が噴火して全てがパーにはなんないや。あれや、噴火しない。火山に行くってんで、俺は真っ先にそれを調べてみようってわけ。それとお財布に優しいレンタカーや。何が調べ物するなんて、雪降るんじゃないの。お前ばっかモテてちゃ尺だろ。えらーく道らしき道は行かないけどね。さあ、サイドブレーキがあるということは、あそこの橋相当ボロボロじゃねえか。そうだね、ちょっとだいぶボロボロやね。かといってすんなり行けそうだ。おい頼むぜ、ほら行け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 。だいぶぬかるんでるね。やった、行かないと。ほら落ちるなよ。ああ、ゆっくり行けよ。だからぞ、ちょっと黙ってろよ、俺に任せろ。うわ、平気、大丈夫。ちょっと頼むよ。そうだね、こんなところで車なくなったらやばいからね。あ、やっぱ馬力あると違うね。全然進めないな。じゃあこっち逆に切るんだ。なあ、タイヤをかませろ。さあさあさあ、オッケー、コツをつかんだぞ。本当？よし。ゆっくり。さて、いかいと。ふう、滑るね。まさかこんな車を運転することになるとは。あ、いてて、腰が。見ろ、タイヤの跡。マジで？誰かが通ったんだ。通ったんだろうね。あの上を見ろ。そうじゃないか。待ってました。んじゃ行きますか。なあサリバン、レンタカー屋と何を揉めてたの。あんたの弟がウインチをつけろってうるさくてな。ウインチはつけたくせに、なんでサスペンションは消したんだ。まったく当たり前だろ、雨とか泥道とかあったらどうする。ウインチなんか絶対使わないね。ビールかけたっていいぞ。うわっ、下がった。いや逆にこういうところ車で行くってなかなかすごいよね。ダネイさん、エイブリとかキューとか大物海賊たちがここに宝を持ち寄ったんだろう。それ一体どうしてなんだよ。さあな、安全だから。イギリスに追われていたんだし。なるほど、それがかくまったのかな。隠すのがお得意だったみたいだし。
長はさすがに努力は認める。さすがにいけんか。そしたら塔を調べてみよう。俺も行く。まあ調べるしかないよね。数百年前のものにしては状態がいい。これはエイブリーの時代の塔だな。お、なんかあるね。見ろ。これはクリストファー・コンデントの印だな。エイブリーの時代にマダガスカルで活動してた海賊だ。ってことはエイブリーは海賊の船長を仲間にして見張りにしたのか。いや、まさかな。それはないだろう。もしかしたら各船長に塔をあてがって部下に見張らせたとか。うわー、すげえな。いや、景色がいいね。滑る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 。ダメか。上登るか。そしたらまだ上行けそうだしね。何が見えるかな。なんだこれ。ああ、象牙ね。はあ、これだけか。いや、これは落ちたらやばいね。あれ、サリーは？いや、そういうわけじゃないか。このウインチの出番ってとこ？そうだね。やっぱ車がいるか。あった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 。くるってね。よし、バッチリだ。綺麗になった。その通り。やっちゃいな。行くぞ。ゆっくり。まっすぐに。いいよ、登るね。見てかサリー、ウインチだ。感謝しろよ。坂が坂だろ。踊るにはまだ足りないな。ああ、まだな。こっからさ。元が取れたら奢ってやるぜ。元取れるかな。まあ確かにね、稼がないとね。よし。これはため息でしょうな。うおー、すっげー。想像してみろ。男の海賊が恐ろしい剣族から逃れるために。テンション上がるね、これは。めちゃくちゃ綺麗じゃん。逆に略奪したかっただけなんじゃないの。そうじゃない。これ全部謳歌したかったんだ。まあ世間から身を潜めたいと思ったらこういう場所が好都合かもな。まあ確かにね。おお、いつだったら火山に着くんだ。少しは我慢しろって。海賊の立場になってみろ。出航してブラジル行って、そっからまた大西洋を渡って南アフリカ。ごめん、なんかすっごい気になる。こっちすぐに戻る。あ、おい。あ、悪い、すぐ戻る。
こりゃあなんだ。あ、やっぱこういう要素ね。すまん、なんもなかった。目の前をね。ああそうだ、しかも機械はないから全部紙と海図と星だけを頼りのになったんだ。これは元海軍だぐらい知ってる。何だ。うお、やばいね。誰かいる、うん、ほら。なんだ、兵士がうろついてるな。ナディーンの手下かだな。マジかよ、クソ。昔の拠点を見つけたみたいだ。あれは違うんだろう。そうなんだけど。どうした、もったいぶんなって。火山に行く道はこれだけなの。なんだよもう。じゃあやっちゃうか。どうする姉さん。まあ、やるしかないよね。それはダメ。こう行ってこう。スナイパーだ。やべ。どうやって上がんだ。これはしょうがないの。ここは一じゃなくて片付けてるな。一応食べつけてやれ。銃はある。問題はスナイパーだよな。これはやばいね。意外とこいつがすっごい。動くねえ。さあ顔出せ。よし。オーケー。これで全部。くそ。デイフとナディーンは何人連れてやるの。本当だよ。先を殺されちまう。よし、これで一気に。あれ、あ、動かない。なんで動かない。よしよし、これで一気にいけるんじゃないかな。ほい。
さあ、ほら急げ急げ急げ、よし、ははほらウィンチだぞサリー、やっぱ使えるだろう。ウィンチで文句言ってんじゃない、ぼったくられたからだよ。やっぱぼったくられたのね。まあ相手せずに一気に抜けるのもありだったんだね、ここ自体はね。サリー、ナディーンとは仲がいいのか。なんで。いや、彼女に連絡したら連中に引き上げてもらえるかと思う。冗談だろ。じゃあ分け前を約束したら。いや、そういうタイプじゃない。あいつは後払いなんて信用しない。だからレイフに言って。そうなのか。しょうがないんだ。ああ、奴らも死に物狂いだな。火山に先を越されちまいそうだ。ああ、まったくだな。お宝も取られてんじゃん。見ろよ、もしもう見つけてんならあんな風に必死に探すわけないだろう。確かに。なあ、サム、あの建物にお宝あるかね。見てこようか。あ、これは車で突っ込むパターンか。じゃあこっちから登っていこう。サリー、で、なんだっけ。ああ、そうだ。そういや、お前無所でずっと何してる。そうだな、本を読んでた。俺に優しい話が一人いてよ、そいつが図書館から本を借りてきてくれた。どんな本。歴史ものだな。特にエイブリーとか海賊関連とか熱心だろ。読書以外じゃ、あとはギャング同士の喧嘩を避けたり考え事したり、そんなことだ。まあ、結構おとなしくしてたんだね。連絡できたろ。ああ、したさ。手紙を送ってくれって今やってみな。届いてない。象徴にバレちまったんだ。こっぴどくやられたぜ、監視とは。それっきり。それひで。でも歩かせ。やつら何か見つけちゃったのか。ゆっくりな。はいはい。よし、すまん。サム、それで。ああ、そうそうそう。で、ここにも敵だ。ほら、いたぞ。違う違う。おお、この敵はあるね。ここで一旦行き止まりか。痛い痛い。あそこ行った方が早かったかな。あ、いい。普通にこっちだね。まあ無駄に戦わなくてもね。増援を呼ばれるかも。とっくにバレてるしかないだろう。そうかね。サム、さっきの話よ。そうだ。でも。アルカサルと同部屋にされて、またつてができた。所長の大きな誤算だな。まあそうだね。みんな見てくれ。なんだよ。おお、塔だね。登れるんだろうね、どうせね。お宝か、お宝があっただけか。お？あれ、こっちじゃない。いや、奥か、さらに。
で、あの向こうにも塔があるぞ。ショアラインはどうだ。どうだろう。いや絶対なんだ、一番乗りみたいだな。いないのか、意外だったね。さっさと行こう。羽橋をどう思う、姉さん。おかしいよな。羽橋があるなら何かを守ってるはずだ。例えばお宝か。かもな。海賊の印。これ誰のかわかるか。これは知ってる。アンボニーだ。カリブ海の海賊だ。獄死したって。資料ではそうなってたっけな。だな。エイブリーはボニーも仲間にした。なんか海賊の名前って聞くとワンピース思い出すよね。頼むよ。気をつけてけよ。え、ほい。お？特には。上は行けない感じかな。バロック。シュアラインがいたんだ。もらっちゃおうかな。おい。へえと、こっち側は特にか。階段が崩れてる。クランクまで登れない。台になるものを探してくる。台になりそうなものね。ああ、そういうことね。上まで登ると、はあ、こっちはこっちで正解だったみたいだね。横行ってで、いけるね。すげえな。おい、羽橋の向こう側に塔が見えるぞ。かなりでかい。んじゃ、これを。よし、登れた。飛んで。おー、やべ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 。よし。メイト、無事か？大丈夫。行くか。よし。大丈夫か？後でな。後でね。まあなんとかね。さあこれで登れるはず。よし。二人は待ってていいぞ。俺がやる。あ、クランクは一つだしな。その調子で頼むぞ。おい、やめろ、奴らないんだ。どう攻めよっかな。出てこい。すぐ楽にしてやるからな。そうか、すぐ楽にしてやるか。ああ、はいはいはい。
と右側から。登れるかな。登ってしまえばね。さあ、あと他に誰かいるかな。あら、意外と。あ、上いたね。よしよしよし。まあ、ずるか。それは助かるな。お、大丈夫だ。え、そこいたのにバレなかったわけ？ある意味すげえな。すまんな。来てくれ、いたぞ。いいよ、こんだけ片付ければもう OK。 おい、やったな。あっちに行ったぞ。調べてこい。あら、どうした。上行ったか。まあでも一発。ネイト、また来る。はい、一発。なんだ。おい、終わりだ。はい、ナイス。音楽変わったね。どこ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 。思い起こすことはないか。あっちに逃げたぞ。後ろいたか。また助けられたな。いいぞ。おい、やばい。早く逃げろ。横に行くぞ。おい、やつらだ。そうか、意外と。ああ、見つかってって感じか。囲まれてるぞ、逃げろ。あーっと、16。
15変えたい気もす。あー、ファルか、こっちだな。よし、そうだね。足を下ろすか。いやー、ステルス途中失敗したか。だからー判定がねシビアだったね。これもう一回戦闘じゃないよね。まあ車止まったし、大体一緒。できたぞ。さあ、行こう。火山に大きな塔だ。お宝近そうだな。そうだね、あそこまで行きたいね。先回りできてるっぽいしね。いやー、このマップは作るのだいぶ凝っただろうね。あ、なー、はい。エイブリにこんだけの塔を作る金があったんなら、アドレルぐらいつけてくれりゃよかったのにな。確かにね。さ、ちょっくら見てくる。つけてくるかね。アルカサルにどんだけ借りがあるんだ。半分。半分って何？あ、知ってるのはガンズウェイ号のことだけだ。どんくどんの山なんだろう。そう、でもネイジムが正しければお宝はもっとでかい。うい、じゃあ登ろっかね。いいぞ、行くぞ。何いるんだ。ちょっと、おい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 、いいか、落ち着いて。一気にワイヤーが切れるぞ。うわ、危なかったね。ほら、急げ。急ぐ急ぐ急ぐから。無事か。だってことない。灰をあげてくれ。捕まれ。神様、イエス様、マリア様、どっかに助けて。もう悪いことしないから。イエス様、まあそのお宝を取り行こうとしてるんだけどね。楽しかっただろう。ああ、危ない。いや、精神科の先生と相談だな。あんたが精神科？ほら、これきっかけでな。おいおい、大げさだな。予定通り登れただろう。あら、取れないね。ちゃ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 。まるまる。はい、解除。ま、取られた分はってか命守ったからね。だいぶ良かったね。っよっていうことは、なあ、いい気分転換だったろ。あっけなくてがっかりだ。いやいや、冗談。さて、入り口を探そう。お宝、ここまで来たらもうちょいだろうね。
たっけな、入れないな。こっちはお宝やったね。ああダメ。いやーもろかったな。さあもう一度、もう一度やね。さて正面はダメ。そしたら左のここは、サム手伝ってくれ。よし、このライフルはもういらなさそうだね。何があるかな。お、うん、裏に何かありそうだサム。うん、そうしよう。くそ、塞がれてる。何か使えないか。ああ、これね。おいおい、それには気をつけろよ。危ない。なんだよ、危ないって言ったろ。確かに危ないって言ったんだけどね。まあ、吹っ飛ばされなくてよかったよ。さあ、また回す仕掛けね。急げ、ほら。あ、待てよ。いや、下に行けるか。じゃあ降りますか。こっち。思い入れがあるんだよ。さあ何が見つかるかな。って感じか。おい見ろよ。ああセーディスマス、またか。でどうだ。また印だ。エイブリーとトーマス・ティー、それとアダム・ボールドリッジ、ジョセフ・ファレルにリチャード・ウォントだ。うん、海賊の船長。まあお前の馬鹿げた考えもそう間違っちゃいないのかもな。よし、とにかく何か仕掛けがあるはず。ほら、ボタンとかレバーとか。例えばこの腕とか。やってみろ。お前らセーディスマスとイチャイチャし終わったらこっち来てちょっくらこれ見てみろよ。あの台形はどう見ても火山だな。王冠はキングズウェイってことは、これ地図だ。サーリはお前天才だな。聞いたか、天才だ。はいはい、この塔はこの地図だと
エイブリーの印の位置にある。ってことは他の印は…その当時の他の塔ってことか。つまりそのどれかに宝がある。でもどれだ、塔は十二もあるんだぞ。なあサリバン。あ、またタバコ吸い始めたわけじゃないよな。いや、それ悪いんじゃないな。ということは、ゼロ、奴らかかったぞ。どうしよう、ここに回る。まあ、それくれ。ここからだ。それちょっとくれ。おお、勘弁してくれ。後ろ回せ。待って、あの上のやつやべえな。さあ、これで一旦 OK かな。やったか。だといいけど。本当だよ。何してんの。もしかしたらと思ってな。お、くそ、見ろよ。マップ持ってたね。こんなもんかな。よしよし、じゃあ話進めよっか。塔のこと奴ら気づいてる。場所に印に仕組みも。でどうする。どうする、おしまいだよ。敵は大量にいるのに俺たちはたったの3人、しかも出遅れた。あいつらどの塔が正解か知らないだろ。それは俺たちも同じだろ。どうかな。見ろこのコイン、同じだろ。本当か、こっちも同じに見える。まあ、12個よりはマシだ。よし、俺はこっちに行く。二人はそっちに行け。そりゃまずいって、レイフの仲間がそこら中にいるんだぞ。だろうな、だからこそ出し抜くんだったら別れるしかない。サム、ちょっと待てってば。それしかない。塔はキングズベイの両端にある。万が一ショアラインに出くわしたら電話しろよ。後でな。ほらメイト、とっとと行くぞ。チャプター11、東大元暮らし。さあ次はまた違う場所来たね。塔はあそこだ。街中か。本当にこんな市場のど真ん中にお宝があると思ってんのか。ま、本当ね、ないと思う。俺も普通じゃない。どうだかな。
はい、ということで今回ここまでにしましょう。まあ次はサリーと2人でちょっと探すって感じだね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。